この教材は韓国語を知っている人も全く知らない人でもレベルが違ってもですね、習得できて楽しめる内容になっていると思います。最後まで飽きないで勉強できて、韓国語が上手くなる自分だけの方法を見つけることができると思います。こんにちは、ハヤマイムニダ。あなたは韓国語で話したり聞いたりすること難しいと思っていないですか？確かに一般のテキストで勉強してもなかなか韓国語って覚えられないですよね。私もこれまでいろんな方法で韓国語にチャレンジしてきたんですけど、あまりまとまった時間も取れなくって、いつも挫折してきました。そんな時、先生に韓国語を覚えるコツを教えてもらったんです。こんにちは、カンギョンイミダ。あなたも日本語と韓国語は似ている部分が多いという特徴があることをご存知でしょうか？ではその特徴を生かした勉強をしているでしょうか？実は韓国語を身につけようと頑張っているほとんどの日本人の方が、本来誰もが持っているはずのメリットを生かせず遠回りしています。もしこの方を知らなければ韓国語教師に通っても、たとえ留学にしたとしても簡単に韓国語を覚えることができないでしょう。この教材は日本語と韓国語を話せる私だからこそ、日本人が韓国語を覚える最短の方を考案することができ、教えることができます。逆に韓国語を覚えるためのある方を学習に取り入れれば、ご自宅でしかも少ない時間で韓国語はマスターできるのです。ファンミーティングでのスターの会話が前は全然わからなかったんですけど、この教材をやってからは何を話しているのか分かるようになりましたね。この教材は特徴があります。40日間で韓国を話せることができます。韓国旅行行った時の会話やファンミーティング、韓国ドラマを見るときに字幕なしに見ることができます。またインターネットや新聞の中から韓国語情報を得ることができます。皆さん勉強してみてください。この教材は生きた韓国語を学べるように考案されているので、今の韓国を知ることができ、文化に触れることもできます。この教材だから韓国を全く知らない初心者でも韓国語を覚え、韓国ドラマを字幕なしで見れたり会話もできるようになるのです。じゃあもう通訳を待たなくてもリアルタイムでわかるので、本当に前よりも同じ空間にいる実感ってありますよね。本当にそうですね。より、韓国の俳優さんを近くに感じるようになったのが一番嬉しいなと思います。ファンミーティングでもそうですけど、まあ、ドラマなんかも生の俳優さんの声が聞けたりしてすごくいいなと思うんですけど、最近ドラマなんか見てちょっと変わったことか。そうですね、まあ、字幕は出るんですけど、言ってる言ってる、あ、その通りと思ったり、ちょっと違うんじゃないかなと思ったり、まあ、韓国語を覚えたおかげで、いろいろ見方が楽しくなりました。韓国語を覚えてよかったなと思うところはありますか？韓国での買い物にも困らなくなりましたし、文化の違いも感じられて、韓国旅行もツアーを使わなくても自分で行きたいところに地下鉄に乗って行ったりできますし、韓国語を覚えたおかげで世界が広がりましたね。すごく楽しく旅行もじゃあ、そうですね、ちょっと自信がついた感じがします。でもこの教材を使ってみて勉強してみてどうでしたか？はい、はい、この教材は短期間で韓国語に慣れ親しむことができるんですけども、内容がとってもリアルなので楽しく進めていくことができました。学習内容が1日ずつ分かれているので、何をすればいいのかなっていう悩みもなく、楽しくスムーズにやっていけたと思います。苦手なところも繰り返して何回も聞いたりして学んでいけるので、お得だなというふうに思います。